おはようございます。パチンコアイスローのパチンコ社長です。本日ですね、2024年5月3日ゴミの日東京都にあります神田ジャンボさんの方にお邪魔しております。毎月ね、第1金曜日にお邪魔しております。撮りました機種はエヴァンゲリオン50です。50の障害収支見たらプラス44万円っていうね、恐ろしいドプラスを叩き出しておりました。他の機種全部マイナスです、はい、なので今日ドカンと買って、障害収支プラス50万超えをね目指したいと思います。それでは今日も一日頑張ろうぜ。見てきます。おい予告何ですか何事ちょっと待ってよ、びっくりした。アスカか、アスカさんですか。え、しかも核シングルってこれちょっと外れる気満々のやつなのか。いや次回予告外したくないんですけど、投資3000円です。ちょっと回転数が51回かな。いや、マステバもないの、マステバもないよ。なんで次回予告経由したの。あ、やらかした臭い。だーえ、てかなんでこんな弱いのに次回予告ついたの。ちょっと朝から嫌な外し方するわね。あんまり次回予告とか外さないよねあんま、まあ、あんま外さないよね。だいたい当たりを選択した時に出てくる予告だと思うんですけど。え、二段階セリフでこれってことはもしかしたら、最終号機に行きました。ほらお詫び来た、もうお詫び来た、来たよもうお詫び。55回転目、3回転後にお詫び来たわで今シンプルモードなんでガセはありません。はい、投資が3500円、レバブルなしか。いや、いいよ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 、とてもいいよ。あ、しかもいいね、いいっすね。4角より角図よりいいんじゃないの。お久しぶりね最終号来たわ。新エヴァのね、13号機になれると思う。最終号機見るとこっちの方がいいな、やっぱ。何かしらチャンスアップ1個でもあればシンプルモード中はもうその時点で大当たりとなります。ノーマルだとね、あの全然違うのでお気をつけください。さあ次回予告外して3回転後の出来事でございます。激アツからぬ激アツ最終号機。ちょっと確定要素出てないのよね、まあ、ね、今ねレバブルのみカスタムしております。さあ普通いけるのよ、普通いける。お詫びありがとうありがとう谷村先生、オカルトは偉大だ。じゃ激アツの後はこうやって激アツ外しの後はちゃんとお詫びが来ます。今日もいいエヴァだ。さあ4なんで、9、あ、もうあれじゃん、上がるじゃん、上がるじゃん。こんにちは、エヴァプロです。バロだと出ないんですけど、エヴァだと出るんですよ。まあ、ちなみに、私がいろいろ喋る打法とかそういう、こと的なことは全部私の思い込みでございますので気をつけてください。じゃあシンディさんでいきます。レバブル、まずレバブルオンにして曲を魂のルフランにする。90回転まではレバブルのみ、90回転以降はインフラとレバブル以上でございます。8歳、はい、90切ったんでインフラいきます。
いや、ここからはねフルカスタム状態なんでね、当たるときは派手なのよ。そう、あ、回転数赤ですけど、回転数赤ですけど、あーあざます。よし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 、いいよいいよ、サチオこと健在だよ。本当にね、本当エヴァだけは相性いいんだよ。最近の機械はね、あのごと行為できないようにちょっといろいろやってる、やってあるけどね。これはちょっと古いからね、ごとが効くんですよ。やっぱエヴァだね。ビスティのエヴァ。あば。はい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 。あー、白ブルッチョー。当たりました。でも、あれなんですよね、私、白ブル外したんだよね、この前。初めて。ゼルチン。そうなんだ、外してたな。怖かったわ。エヴァやね、大丈夫やね。え、またまたまたやらかし。出ない、よかった、やらかしたかと思った。そう、法則とかすごい詳しい人はぜひね、あの自分で YouTube やってみるのいいかもしれないですよ。システム開放。よいしょ。これマジで、本当に YouTube って始めるのはマジで簡単なんですよ。 Google アカウントさえあれば YouTube ってポンってチャンネル開設できるんで、きっとできるはず。あなたも YouTube 始めてみませんか。わ、ブルブルしてます。はい、ボーン。3点敗。まあ、前半、今前半だから、デルエルは、ちょっと決意。厳しいか。厳しいか。まあ、本当ね、こう、ヒカキンさんみたいにね、夢を与えられる存在に。あ、こっち。必要です、アキラさん、吉田アキラさん。今のカオルくんかわいい。カオルくんたまに柵が崩壊してる時あってさ、顎がめっちゃとんがってるカオルくんいるんだよ。だから安定して、あ、 81% 継続なんだなって思うことができるけど、あー、レインボーですよ、回転数。おー、しかもエアーがヒューってきてる。美しか。綺麗ね、とても綺麗だわ。そして全回転だわ。マジっすか、オファ全回転。ちょっとさ、無号機さ、あのガロイレブンのさ、テムダンちゃんと同類の顔しとるわ。クシャおじさんみたいな、クシャプロですいません。お先発、あ、いや、ビスティー、奇跡は起こるんだ、ビスティーだ方で。ほら、あらら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 、来ちゃったよ、ビスティーだ方。だから効くんだってば、ビスティーだ方。よし、白ブルでしたけど、まあ大丈夫っしょ。インフラなると思うよ、発展時に。はい、あ、短期発進、せーの、ウェフー。すいません。聞きすぎちゃってすいません。もう恥ずかしがらずに真似してごらんよ、レンチャンするから。レンチャンありえば。はい、
あー、入れすぎた、入れすぎた。ビスティーダ方やるまでもなかった。おー、エアボン。やっぱね、信頼関係大事ですよ、サイトの。サービスサービス。なんでガローのことは信じられないんだろうな。まあ、慣れだよね、慣れ。うぇー、来た。インフラ切ろうと思ったのね。びっくりした。サチオスさんが出てきた、サチオスさん。うぇー、来た。サービス、サービス。こんなにサービスして大丈夫？ありがとうございます。マイパチュー。あー、白ブルーン。エセだほー、大成功。守りゅう、守れなかった。思いっきり短期発進だ。せーの、あれ乗らない。マジで。あ、怖。大丈夫か。インフラが鳴らなくて風も吹いてない。はいはい、大丈夫かな。さあ、銃をペッてすげえ。えらい、大丈夫。白ブルに乾杯。すまんな、圧倒的で。オカルトのプロエヴァに関して言えばね。ああ、キーショットがない。いや、立派でしょう。デブちょっと最後まで入れましょう。万発オーバー。11,683枚になりました。なんでガツッと出して5月の月間で生ランキング1位を目指したいと思います。動画を見て少しでも幸を頑張ったなと思う方は高評価ボタン押してください。お願いします。コメント欄にてあなたの実践報告、感想などお待ちしております。そして何よりチャンネル登録お待ちしております。よろしくお願いします。あー、レバブルっていうかブルブル保留来てます。プル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 。白か、白か。会いたくて会いたくて震える、はい、あんまりこの歌知らないんだ。はい、白ブル。おー、白ブルよ。ただね、すごい恐ろしいことにね、シンプルモード中のレバカスのレバブルってよく外れるけど、まあね、一応シンジのね前段ムービーなんで、初号機でからセンズです。はい、まあ、テンパイライン大事。兄さん、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、とってもいいんじゃない。今んとこ外れる要素はないわよ。行こう、シンジ。ちょうどさ、ST 中以外で信じ出てこなすぎ問題みたいな話をしてたの。おはよう、はい、さあってことは F 型、ほら金出せ金出せゼルエルみたいな。悲しい顔のゼルエルさん。F 型ないやんけ、マジか。うわー、怖い、とても怖い。大丈夫？いやー、当たったー。よかった。よかった。いや、ちょうど朝一、視聴者様がね、赤ブルで同じように初号機で外したのをね、目撃していたので、ちょっとドキドキしました。いや、よかった。だいぶ持ってかれましたね。5000発ほど減らしてるんで、何だったか忘れた。何だったか忘れた。大丈夫、大丈夫、大丈夫なのよ。すいません、エヴァに愛されてるんですよ。ガロには愛されないけど、もう変わらぬ安定のバランス型シンジ、そして安定のサチオごとで行かせていただきます。
カスタブはね90残り90までは、レバブルのみ で曲は魂のルフラン はい、残り90になったらレバブルとともにインフラをカスタムするだけでございます。それだけで格段に連チャンするようになります。怖がることはない。残り30になりましたらデブ画面を出して、スルーすんのはねえよポケタレが。スルーすんのはガロイレブンだけでいいんだよ、もう十分だよ。はい、来た、当たるやつ、もう当たるでしょ、もういい加減に当たるでしょ。いいのよ、いいのよ、もういいのよ、当たっていいのよ、遠慮しなくていいのよ、もう遠慮することはない。金のカットインの、アスカか、アスカでドーンと来て、アスカはできる子だから止まった、止まった止まった、ありがとうございます。よし、私のおたけびにね、お隣の視聴者様がひどく驚かれておりました。あ、ティムコちゃん、ヤッホーティムコちゃん、ティムコちゃんも、はい、あの逃げないよ、回転数がいくつだったんだろう。よっしゃー、やっと、次はスルーなんてアホみたいなこと許されませんから。ちょっとね、久しぶりにレイちゃんボードをやりたいなって思って、お久しぶりで先読み熱の踊り、寝そうになるなこれ。あーと思った、あ、エアー来たあれは、あの、わあ、大変だ、大変だ、ありがとう。いや、よかった、よかった。アリエバスルー回避。逃げねえよ。ハロー。あら、しんちゃん、赤文字。あ、エアー来た。すごい、なんかすごい当たり方するね。こんなんだっけ、レイモードって。インフラ今切ったんですけど、もしかしたら解消間に合ってなかったのかな。インフラがオンになってたのかもしれない。あら、びっくり、え、めっちゃ速くない。自分エヴァプラス何回転だ。あー、二の腕が痩せる。二の腕ダイエットにレバーを握り続けるのはいかが。おい、赤文字、肩幅ゼル L。 なんかまあ肩幅っていうか、なんかジャミロ、ジャミロだ、ジャミラジャミラみたいな。あ、レバーよ、マジで、あ、レバー、あ、か、硬いのが好き。枕も固めが好き、マットレスも固めが好きよ、豚骨ラーメンの粉落としが好きです。ダメだな今日。伸びないな、あ、赤い扉とか思ったけど、あんなのいつも赤かったわ。8000、まあ合わせまして8964玉になりました。まあ、結構悩みどころなよね。
割とね、調子は上がってきてるような気がするので、ちょっともうちょっと様子見たいと思います。そんなに珍しくもねえのか、やっぱアスカか。前半はアスカか、しょうがないね。いや、それにしても今日槍1回も見てないっていうね。来てもいいんじゃない、来てもいいんじゃない、来てもいいんじゃない、槍と噂をすれば、よしよしよし、リベンジリベンジ、キラキラリッチャンキラリッチャンキラリッチャン、はいはい、あなたは死ねないで、リラックス、いいね、わーあー、礼拝系、おはよう、あると思いますあると思います。持ち玉残り8589、シンジおいあった、シンプルで赤なんでも当たりです。天国モードですね、完全なる完全なる天国ミョウド、天国ミョウドです。あ、ごめんエディヘイド全開を出したかったもんなさい。合わす。コアをね、コアをブシュってするのよな。はい。いいね、いいね。二っていうことは7以外からスタートしたらもう各編ね。どう、あー。まんまです。あーでも4の4ですよ、やばー。いやーエヴァって本当にいいものですねじゃあちょっとシンジからの、ちょっとシンジである程度連チャンしたらレイちゃんし、あー白ブルーわはーやっぱね、一日に何回もスルーなんてしませんよ、そうそう。おー、赤ブルー。おほほほほ、すいませんモグロ福蔵みたいな笑い方しちゃった。おほほほほ。あ、緑。あら、あら、あら、やだ。え、でもレバブルないんだよ。さあ、前半のゼルエルとはいえ、今の予告はちょっと強めだと思うんだけど、レバーでゴー、レバーでゴー、いけるでゴーは持ってきた。あー白ブルーカオルくんありがとうカオルくん、ささやくようなおめでとう、ありがとう。ハンバーガーと一緒にジンジャーエール飲みすぎたわ。トイレ来て、トイレごと、よし、ちょっとおトイレ。あらあら、チャンス、あーいや来たやっぱね、出すもの出すとエアも出ちゃうみたいなねじゃあちょっとね、やかましい音が鳴ってしまうかもしれませんが、すいません。はい、ゲーン、わーおすいません、うちのエヴァちゃんがわめいちゃって、本当にエヴァプロになろうかな、私本当のプロやんSC ごとピーク、あらららららら、あらら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 、赤ブルでございます。プレミアムプレミアムにプレミアムのレインボーではなかった。カオルくん、その下まつげかわいい、それかわいい。5月は私のやっぱ誕生月だけあって、このアームがね、もう神がかったアームうーん、
しいで本気数して、いやー惜しい、一発まであとちょっとでしたね。17,430束になりましたトータルでね。はい、グラフもなんかいい感じ、もう一回ね来そうな感じするよね。なので250、まあ300ぐらいまで様子見ます。327ゲームまで回したんですけど、まあ、ちょっとね槍とかもガンガン外れちゃってたんで、この辺で終わりにしようかなと思います。はい、おつえばさばでした。稼働でございます。はい、本日のね投資の方がなんとびっくり3500円、持ち玉でずっとつないできたんでね、はい、で最終的な出玉の方が、15,305玉ということで、回収の方が54,000億カーネということで、収支はプラス55,000億カーネです。いやー、でんとこ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 。やっぱ実家のような安心感、これはエヴァ15につきますな。はい。またね、はい、なんかいろいろオカルトだったりありましたらコメント欄にて教えてください。よろしくお願いします。それでは最後まで見ていただき本当にありがとうございました。また次回動画でお会いしましょう。バイバーイ。